館内のお客様にご案内いたします。まもなくイルカプール向かって右手奥のシャチプールにおきまして、シャチのトレーニングが始まります。お時間のあるお客様、どうぞご覧ください。繰り返しご案内いたします。まもなくイルカプール向かって右手奥のシャチプールにおきまして、シャチのトレーニングが始まります。お時間のあるお客様、どうぞご覧ください。
シャチのトレーニングはシャチプール3階屋外観覧エリア、2階水中観覧エリアでご覧いただくことができます。またメインプールにあります大型画面にもシャチたちのトレーニングの様子を映し出しますので、スタジアムでお待ちのお客様もぜひお楽しみください。シャチプール3階屋外観覧エリアでお待ちのお客様にお願いいたします。岩の上や手すりの上に登ると大変危険です。岩の上や手すりの上には登らないようにお願いいたします。またシャチのトレーニング時間中に限り、三脚を使ったカメラ、ビデオ等の撮影はご遠慮いただきますようご協力をお願いいたします。そしてシャチのトレーニング中、シャチたちのジャンプなどにより海水がかかる恐れがあります。お手持ちのカメラ、携帯電話などが濡れないように十分ご注意ください。なお、プールサイド付近は飲食禁止となっておりますので、ご協力をお願いいたします。また本日、シャチプール3階屋外観覧エリアは大変混雑しており、後方のお客様はトレーニングが見えにくい状態となっております。メインプールにあります大型画面では水中のシャチの様子もご覧いただけますので、スタジアムからのシャチの公開トレーニングのご観覧もぜひご利用ください。シャチプール2階水中観覧エリアでお待ちのお客様にお願いいたします。こちらのエリアではより多くのお客様にトレーニングをご覧いただくため、座ってのご観覧にご協力をいただいております。立ってのご観覧ご希望のお客様は両サイドの壁に沿ってご観覧ください。また現在最後尾のお客様もトレーニングが始まりますとさらにお客様増えてまいりますので、今のうちから座ってのご観覧にご協力をお願いいたします。そしてこちらのエリア、前方の左右と頭上にモニターがあります。こちらのモニターにもシャチたちのトレーニングの様子を映し出しますので、合わせてお楽しみください。それではトレーニング開始のお時間まで今しばらくお待ちください。最後尾のお客様もですね、より後ろのお客様が見えやすいように座ってのご観覧にご協力をお願いいたします。皆さんこんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。ただいまよりシャチのトレーニングを開始します。さあ、目の前のプールには現在3頭のシャチがやってきていますね。さあ、早速1頭のシャチがジャンプを見せてくれるようです。続いてもう1頭のシャチもジャンプに向かいます。そして今度は大きなシャチもジャンプを見せてくれます。現在名古屋港水族館ではステラ、リン、アースという3頭のシャチが暮らしています。それでは1頭ずつ紹介していきましょう。それでは一番大きなシャチから紹介していきます。今モニターにも映っているシャチです。名前をステラと言います。ステラは体長 5.2 メートル、体重 2.2 トン、推定年齢が30歳のメスのシャチです。さあ、そのステラが今トレーナーの合図でその場でくるくると回転をしています。さあ、そしてプールの中を2頭のシャチがゆったりと泳いでいますね。2頭のうちの小さい方のシャチ、名前をリンと言います。リンはこの11月に誕生日を迎え4歳になりました。このリンですがステラの娘のシャチなんです。一
番小さなシャチですが、現在体長が 4.1メートル、体重 1.1トン、まだまだ成長中の女の子のシャチなんです。そしてそのリンとぴったりとくっついて泳いでいるシャチ、リンとは性別が違い男の子のシャチで、名前をアースと言います。アースはリンよりも少し体が大きく、体長が 4.6メートル、体重 1.5トン、8歳になるまだまだ子供のシャチなんです。今回のトレーニングではステラ、リン、アースが頑張りますので、皆さん応援をよろしくお願いいたします。それではリンとアースがこちら2階水中観覧エリアにやってきます。さあ一瞬ですので見逃さないようにしてくださいね。リンアースありがとう。さあシャチたち、私のところにやってきましたよね。実はシャチたち、このガラスを通してお客様たちがよく見えているんですよ。さあ奥ではステラが豪快なジャンプを決めてくれました。水中からはシャチたちを私たちが観察しているんですが、実はシャチたちからも観察されていることがあります。ですのでシャチたちが気になるお客様がいるときには、シャチたちの方から皆さんの方に遊びに来るなんてこともあるんですよ。今度はステラにトレーナーから合図が出ます。するとステラがゆっくりとお腹を上にしてじっとしていますね。実はこの姿勢でシャチたちの体温測定を行うことができるんです。シャチたちの体温測定はお腹の下の方にあるお尻の穴で測っています。お尻の穴にセンサーを50センチほど入れて測ります。体温は35度から36度と私たち人間と変わらない体温を持っているんですよ。そしてシャチたちも体調が悪くなると熱が上がることがあります。なので名古屋港水族館では1日2回朝と夕方毎日シャチたちの体温測定をして、シャチたちの健康管理に役立てているんです。さあここでステラが逆立ちを見せてくれます。さあ水中観覧エリアのお客様にはステラの顔がよくご覧いただけますね。そして水面では大きな尾びれを振っています。さあ続いて今度はリンが浅瀬に上陸したようです。尾びれをピンと上げてポーズが決まりました。実はシャチたちにとってこのトレーニングの時間が餌の時間でもあります。現在名古屋港水族館ではシャチたちの餌として魚を使用しています。種類でいうとホッケ、サバ、ニシン、キュウリウオなど4種類の餌を現在使用しているんです。シャチたち体が大きいので結構たくさん食べます。例えば今プールの中を勢いよく泳いでいるステラですと、1日に60キロほどの餌を毎日食べているんですよ。さあアースも勢いよく泳いでいますね。シャチたちは尾びれを上下に振ることによって早く泳ぐことができます。速い時には時速60キロものスピードで泳ぐことができるんです。このスピードはイルカパフォーマンスに参加しているバンドウイルカやカバイルカよりも速いスピードなんですよ。さあ今度はステラがその尾びれを使って尾びれの力を見せてくれます。トレーナーめがけて水しぶきをかけます。さあ豪快に水しぶきをトレーナーめがけてかけていましたね。よくできたのでトレーナーからはご褒美のホッケをもらいます。
さあ口の中にたくさん餌を入れてもらいましたね。さあアースはゆっくりとプールの中を泳いでいます。実はシャチたちトレーナーの出す合図によって自分たちが何をすればいいかがちゃんと分かっているんですよ。さあここでステラにジャンプの合図が出たようです。さあステラと同時にリンもジャンプに出発です。ステラはスプラッシュジャンプ、目の前で背中から落ちるジャンプを見せてくれました。続いてアースも連続ジャンプに向かいます。尾びれを上下に振ってスピードをつけます。アースの連続ジャンプが続きます。続いてはリンがプールの中を勢いよく泳ぎます。さあそして今度はステラがお腹から落ちるジャンプを見せてくれます。トレーナーの目の前で豪快なジャンプを決めてくれました。シャチたちが速く泳げる秘密、尾びれの力だけではありません。シャチたちの体全体の形は流線形という水の抵抗を受けにくい形になっているんです。その体の形と尾びれの強力な力で水面から飛び出す大迫力のジャンプをすることもできるんです。それではステラが連続ジャンプを見せてくれます。さあどうやらリンもスプラッシュジャンプに向かっているようです。2.2 トンの大きな体が水面から飛び出します。さあ水中はシャチたちのジャンプで白く濁ってきましたね。皆さんシャチのトレーニングいかがでしたでしょうか。このようにトレーニングを行うことによってシャチたちの新たな魅力をお伝えできればと考えています。8歳のアース、そして4歳のリン、まだまだ成長中です。また成長したシャチたちに会いに来てあげてください。それでは最後はステラがこちら水中観覧エリアにやってきます。ステラが到着しました。以上をもちましてシャチのトレーニングを終了いたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。さあ最後はステラ、舌を出してお別れです。ステラありがとう。この後12時30分より北川メインプールにおきましてイルカパフォーマンスが始まります。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお楽しみください。